こんにちは、しずる TV です。今回は乾燥肌さんにおすすめのプチプラ化粧水11種徹底比較を美肌研究家の佐々木ひとみさんにレビューしていただきます。今回比較するのはこちらの化粧水11種。ドラッグストアやバラエティショップで購入できるものを中心に口コミ評価が高い化粧水をセレクトしました。佐々木さんにはこちらの化粧水を事前に使用いただいて、保湿力、肌への刺激、浸透力、仕上がり、コスパの良さ、テクスチャー、こちらの6項目を5段階評価いただいております。乾燥に負けない保湿系化粧水が欲しいと思っている方はぜひ最後までご覧ください。それでは佐々木さん、よろしくお願いします。まずはミノンアミノモイストモイストチャージローション2です。保湿力はかなり高い化粧水です。肌の刺激に関しては私は刺激を感じませんでした。浸透力も高いです。仕上がりとしてはしっとりとサラサラのちょうど中間で、お肌はしっとりと仕上がりますがベタつきはありません。コストパフォーマンスとしてはかなり高いです。テクスチャーはほんのりとろみのあるテクスチャーです。こちらがミノンアミノモイストモイストチャージローション2のパラメーターです。肌のバリア機能をサポートする9種類のアミノ酸に加え、キメを整え、張りツヤを与えてくれる2種類のアミノ酸を配合しています。低刺激ながらもプラスアルファのスキンケアが可能な化粧水です。香りはありません。続いてカルテヒルドイドモイスチャーローション保湿化粧水です。こちらはかなり保湿力の高い化粧水です。私は肌への刺激は感じませんでした。浸透力もかなり高いです。お肌にすっと馴染んでしっとりと仕上がりますがベタつきは感じません。コストパフォーマンスはかなり高いです。テクスチャーはほんのりとろみのあるテクスチャーです。こちらがカルテヒルドイドモイスチュアローション高保湿化粧水のパラメーターです。お肌の潤い構造を立て直すヘパリン類似物質 HD を配合しています。美容液が溶け込んだほんのりとろみのある潤い化粧水です。肌荒れ防止成分としてグリチルリチン酸ジカリウムを配合しています。アレルギーテスト済み、スティンキングテスト済みの低刺激処方です。香りはありません。続いて肌ラボ極純プレミアムヒアルロン液です。こちらはかなり保湿力の高い化粧水です。私は肌への刺激は感じませんでした。浸透には少し時間がかかります。塗布した後は少しお肌が吸い付くようなもっちり感があります。コストパフォーマンスは高いです。テクスチャーはかなりとろみのあるテクスチャーです。こちらが肌ラボ極純プレミアムヒアルロン液のパラメーターです。5種類のヒアルロン酸に2種類の新ヒアルロン酸を追加配合してリニューアル新発売したアイテムです。世界初の乳酸発酵ヒアルロン液を配合しています。極純史上最多の7種類のヒアルロン酸を配合していて、かなりとろみのある化粧水です。香りはありません。続いて菊間サムネ日本酒の化粧水高保湿です。こちらは保湿力の高い化粧水です。私は肌への刺激は感じませんでした。ほんのりとろみはありますが、かなりサラッとしたテクスチャーなので浸透力も高いです。塗布した後のお肌にはベタつきはありません。コストパフォーマンスはかなり高いと思います。テクスチャーはみずみずしいテクスチャーです。こちらが菊間サムネ日本酒の化粧水高保湿のパラメーターです。純米吟醸酒の日本酒、アミノ酸、アルブチン、プラセンタ、セラミドなど様々な保湿成分を配合しています。これ1本で日本酒1升瓶1本分のアミノ酸が配合されています。大容量でバシャバシャ使えるというのも魅力です。甘酒のような甘い香りがします。続いてはピュレル純真保湿化粧水3、とってもしっとりです。こちらは保湿力の高い化粧水です。私は肌への刺激は感じませんでした。浸透力も高いです。
塗布した後はしっとりと仕上がりますが、ベタつきはありません。コストパフォーマンスは高いと思います。テクスチャーはみずみずしいテクスチャーです。こちらがキュレル純真保湿化粧水3、とってもしっとりのパラメーターです。肌の潤いを保つための必須成分、セラミドの働きを守りサポートするためにユーカリエキスを配合しています。肌荒れを防ぐ消炎剤としてアラントインを配合しています。アレルギーテスト済み、乾燥性敏感肌の方の協力によるパッチテスト済みで弱酸性です。香りはありません。続いて、イハダ薬用ローション、とてもしっとりです。こちらは程よい保湿力です。肌への刺激は感じませんでした。浸透力はかなり高いです。ベタつきはなく、さらっとした仕上がりです。コストパフォーマンスは高いと思います。テクスチャーはみずみずしいテクスチャーです。こちらがイハダ薬用ローション、とてもしっとりのパラメーターです。乾燥などの外部刺激から肌を保護するために抗生性ワセリンを配合し、乾燥などの外部刺激から肌を保護し、水分の蒸散を抑え、肌の潤いバリアを整えてくれる化粧水です。抗生性ワセリンを配合しています。さらに2種類の肌荒れ防止成分、アラントインとグリチルリチン酸塩を配合しています。弱酸性でアレルギーテスト済み、ニキビの元になりにくい処方、低刺激設計となっています。香りはありません。続いて、無印良品敏感肌用高保湿タイプです。こちらは程よい保湿力です。私は肌への刺激は感じませんでした。浸透力は高いと思います。塗布後のお肌は程よくしっとりしますが、ベタつきはありません。コストパフォーマンスはお値段相応だと思います。テクスチャーはみずみずしいテクスチャーです。こちらが無印良品敏感肌用高保湿タイプのパラメーターです。無印良品の化粧水はベースの水にこだわっていて、こちらは岩手県釜石市の天然水を使用しています。ヒアルロン酸やリピジュアなどの保湿成分を配合し、弱酸性とどんな方でも使いやすい化粧水です。香りはありません。オルビス、オルビス U ローションです。こちらはかなり保湿力の高い化粧水です。私は肌への刺激は感じませんでした。浸透力もかなり高いです。塗布後のお肌はしっとりとしますが、肌表面にベタつきはなく、使い心地のいい化粧水です。コストパフォーマンスは高いと思います。テクスチャーはほんのりとろみがあります。こちらがオルビス、オルビス U ローションのパラメーターです。トロパシャというテクスチャーにこだわった化粧水で、角層の奥までしっかり水の通り道を作り、潤いを巡らせるキーポリンブースターを配合しています。水の巡りを良くすることで、自らの力でお肌をふっくらさせてくれる化粧水です。香りはありません。続いて、ルルルン、ルルルンローションモイストです。こちらは程よい保湿力です。私はお肌への刺激は感じませんでしたが、お肌の状態や人によっては少し刺激を感じるかもしれません。浸透力はかなり高いです。塗布後のお肌はしっとりとしますが、表面はサラッとしていて、ベタつきはありません。コストパフォーマンスはかなり高いと思います。テクスチャーはみずみずしいテクスチャーです。こちらがルルルン、ルルルンローションモイストのパラメーターです。いつもの2倍たっぷり化粧水を使ってほしいという思いから、かなりの大容量になっています。肌の内側から潤いで満たす芍薬花エキスやリズムペプチド、ジャノヒゲネエキスなどを配合しています。香料が配合されているので、しっかりとした香りがします。続いて、アクアレーベルアクアローションです。こちらは程よい保湿力です。私は肌への刺激は感じませんでした。浸透力はかなり高いです。塗布した後のお肌にはベタつきがなく、さ
さらっとした使用感です。コストパフォーマンスは高いと思います。テクスチャーはみずみずしいテクスチャーです。こちらがアクアレーベルアクアローションのパラメーターです。使用する水にこだわり、発酵から生まれるアミノ酸を配合した化粧水です。日本の磨き上げられた豊かな四季を代表する植物生まれの潤い成分と椿種子発酵エキス GL を配合しています。かなりサラサラとしたテクスチャーでベタつかないので、ベタつきが苦手という方におすすめの化粧水です。最後は滑らか本舗とてもしっとり化粧水です。こちらは保湿力の高い化粧水です。私は肌への刺激は感じませんでした。とろみのあるテクスチャーなので浸透には少し時間がかかります。塗布した後の肌はかなりもっちりと仕上がります。コストパフォーマンスは高いです。テクスチャーはかなりとろみのあるテクスチャーです。こちらが滑らか本舗とてもしっとり化粧水のパラメーターです。同じシリーズの化粧水に比べ、豆乳発酵液の配合量を 2.5 倍に増量しています。保湿成分としては豆乳発酵液に加え大豆種子エキス大豆タンパクを配合しています。かなりとろみのあるしっとりとした仕上がりの化粧水なので、強い乾燥を感じる方におすすめです。今回乾燥肌向けさんに11種類の化粧水のレビューをさせていただきましたが、本当にお肌の状態とか好みのテクスチャーが皆さんそれぞれあると思うので、自分の肌状態や好みに合わせて選んでいただきたいと思います。乾燥によってお肌がちょっと敏感に傾いている方には、ミノンアミノモイストやカルテヒルドイド、イ肌、キュレルなどがおすすめです。乾燥を感じるけれどベタつく使用感が苦手だという方は、アクアレーベルや無印良品の化粧水がおすすめです。全体的にすごくバランスがいいなと思ったのはオルビス U ローション。今回一番驚いた化粧水は極純プレミアムヒアルロン液です。すごくとろみのあるテクスチャーですが、肌なじみがよくしっとりと潤う感じがすごくいいなと思いました。冬は大気の乾燥やあとエアコンの使用などでかなり乾燥を強く感じる季節だと思います。皆さんお好きなテクスチャーや自分の肌悩みに合わせて化粧水を選んでいただいて、毎日しっかりと保湿をしてください。この冬しっかり保湿をしていただくと、春とても心地よく過ごせると思うので、今日ご紹介した化粧水を使って冬のお肌を整えてください。しずる TV では毎回専門家を呼びして、プロならではのハウトゥーやレビューをお届けしております。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。